石橋、またはシュタイネルネブリュッケは、ドイツバイエルン州のレーゲンスブルクにある橋である。シュタイナーネ橋とも表記される。2006年に登録された世界遺産、レーゲンスブルクの旧市街とシュタットアムホーフの登録範囲に含まれている。ドナウ川に架橋されているアーチ橋であり、川の右岸の旧市街と左岸のシュタットアムホーフ地区とをつないでいる。1135年に建設工事が開始され、1146年に完成された石橋である。ドイツに現存する石橋の中で最も長い歴史を持つ。橋の長さは 308.70 メートルであり、幅員はおよそ8メートルであり、アーチの数は15である。スパン長は 10.20 メートルから 16.70 メートルである。完成当時は全長が336メートルで、アーチの数は16であった。16番目のアーチは、1487年にザルツシュターデルの建設に伴って埋められた。この橋は、チェコプラハのカレル橋など数々の橋のモデルになっている。また、文化財保護の指定を受けている。1189年5月、神聖ローマ皇帝、フリードリヒ一世は、この橋から第3回十字軍を統率して出発した。橋の中央部には、橋の小人と呼ばれる石像の像が設置されている。この像は、橋の南側にある、レーゲンスブルク大聖堂の方を向いており、自由都市の権利の象徴であるとされている。橋の南端には一本の塔が立っているが、建設された当初は、橋の中央部と北端及び南端に一本ずつ、計3本の塔が建てられていた。下流には、アイゼルネ橋がかかっている。橋の南端にある、ブリュッケントゥルム博物館は、2000年に創設されたもので、橋の建設期間に関する文献が収蔵されている。橋の南端から東へ50メートルほど行ったところには、ヒストーリッシェブルストクフルという老舗の焼き、ソーセージ専門店がある。橋の南側には、旧市庁舎や歴史博物館やトゥルンウントタクシス場などがある。橋の北側には、旧聖カタリナ慈善病院やカトリック教会音楽、教育大学などがある。ありがとうございます。